こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日は8ビートの上手な叩き方っていうのと、ロックの8ビートとジャズの8ビートの違いっていうお話をしますね。で、8ビートでよくある皆さんの叩き方で、素人の人がよくあるパターンで、こういうのってすごくあるじゃないですか。で、これ同じことをすると全然違いますよね。で、こうロックの場合っていうのは特にこう音がこう鏡餅みたいな状況、ハイハットがちっちゃくてスニアがその次大きくて、スニアバスドラが一番でかいね。バスドラとかハードロック系の人ってここのプレート割りますよね。これとかもなんかこうスティックパックみたいに入れといて、これポキポキ折れるっていうんで、それぐらい音量を、ね、出すってことなんですが、そういうやり方ですね。で、特にこう僕はロック系の8ビートの場合は、要はバスドラとスニアで作ると思ってるんですよ。これは添え物、こういう感じね。だからこう非常によくこう、8ビートとかでこう叩いてる人で、こう右手が一生懸命なる人、で横の揺れがなくなるので、こうまあフロントが乗っかりにくい、歌が歌いやすいとか歌いにくいっていうのはやっぱり。右手は押さえなくてもいいんだから、だからっていう感じね。だから裏拍強調したい時とかは、みたいな感じね。まあ、スナッピー外れちゃいましたという感じでやっていただければいいかなと思います。ハイハットとかは要は色付けなんですね。だからこれがこれでビートを作ってる感じね。だからそのスニアの2音っていうのは外せないんですよ。だからシンコペーションもっていうのはできるんだけど、うっちゃーんっていうのはこのスニアに邪魔されちゃうんでシンコペーションしにくいんですよね。だからあんま出てこないんですね。スニアの2音の呪縛から外れにくいっていうかね、このスニアがなくなったらなんかこうロックっぽくなくなっちゃうって感じですね。でジャズの場合は同じことやっても、例えばこのはい、これジャズっぽくやると、一挙にジャズっぽくなったと思いますね。ジャズっていうのはリズムをライドとハイハットで作るんですよ。ジャズっていうのはシンバルも、このシンバルっていうかシンバルレガートってやつ、リズムをこっちとこっちで作るんですね。で、こっちは添え物になるんです。で、その形の上に8ビート乗っけてる。だからライドだけでも、だからスニアとかバスドラは雰囲気添え物でしょ。だから、スニアの呪縛から外れれるのね、2音から。という音楽的なやり方、音楽的なやり方っていうか考え方が全く違うんですよ。どっちもかっこいいし、どっちも面白いんですね。ただこれ困ったことに、日本の PA さんっていうのは前半の音楽を中心にやっちゃってるじゃないですか。だからジャズ系のところに行くと、まあ言い方はですけど、不勉強な方はバスドラとスニアでリズムを作るセッティングにしちゃうんですね。
でもバスとスネアできるだけちっちゃくしたくて、ライドでリズムを出したいのにライドちっちゃくして、スネアとバスドラだけをめちゃくちゃ大きくすると、そうすると演奏的にはすごいちゃんとやってるのにこんな感じに聞こえるね。本当はこうやりたい。これが PA の外音で聞こえると、ってなっちゃうんですね。これがまあよくありがちな、そう、PA さんとのバトルが始まるっていうことですね。ね、僕はまあこういう風にしてもらえますかっていうお話をよくするんですけど、まあライドでリズムを作るということですね。だから、バスラとスネアでリズムを作るタイプが、まあ、ロックとかファンクとか。ファンクはいわゆるここのこことここはジャズなんですよ。ワン、ツースイングさせといて、バスだとスネアはリズム的にも重いところで、音量的にもバスとスネアでリズムを作る感じ、これはスイングさせる感じをそのまま残しとくっていう感じなんですね。だから音量のバランスもなんかいろいろ変わるんですよ。で、中間みたいなのもいっぱいあるんで、という形で、8ビートの上手な叩き方の基本っていうのはこっちですね。だからジャズ系の、ライブハウスで例えばウォーターメロンマンをやるときに、まあ、ってやってもいいし、これはすごいバンドの雰囲気にすごく左右されるんですけど、ウォーターメロンマンって、まあ、ハビファンクは要はどっちもやってますよね。ファンク系のやつもやってるし、このジャズ系のライド主体のリズムでもやってるので、どっちでもできる音楽なんですけど、そのバンド自体がどっちのサウンドを求めてるかっていうのを知っておくと、非常にうまく8ビートって叩けるんではないかなっていうお話でございました。なので、ハイハットのバランスですね、ライドのバランスですね。だからこっちでリズムを作って間を埋めてるのか、こっちでリズムを作って合間を埋めてるのかっていうお話を、まあ、感覚が、分かってると使い分けができるんではないかなというお話でございました。というわけで本日は以上になります。今日もご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。